はい、こんにちは、グリードです。ですね、普段 X の方で、料理の写真をねいっぱい上げてるんですけど、でその中で一番、これ動画で作ってほしいよってリクエストが多かったハンバーグですね、今日は作りたいと思います。じゃあ早速材料はこちらですって感じで、今多分画像が動画で出てると思います。こちら参考にしてください。ではまず最初にハンバーグに使う玉ねぎから準備していこうと思います。いわゆるあれですね、玉ねぎのみじん切りからやっていきましょう。で僕のやり方は、まずこうね、半分に切って縦に、3、4個ぐらいかな、4個ぐらい切れ目入れて、横にこれもだいたい3、4ぐらいいくかな、いって、よいしょ、普通に切るだけですね。あとはゆっくり、なんかちっちゃい玉、これもちょっとちっちゃいんで、ちっちゃい玉ねぎだと難しいじゃないですか、切るの。だからなんかこんな風に叩きながら、でここじゃあ玉ねぎ炒めるんですけど、オリーブオイル使うんですけど、バターでも全然いいっす、お好みで。コクが欲しい人はバターでもいいですし、よいしょ、中火弱火ぐらいで炒めて、ちょっち塩ですね。これはいわゆる浸透圧で水分を抜いて早く焼くっていうやつなんで、別に味付けするわけじゃないですね。若干焦げがちらつき出すんですけど、これマジ感覚でやってるんで合ってるか分かんないですけど、いや、なんかちょっと水足すんですよね。ちょっと水足して炒める。でまたちょっと水分がこれで飛んできたら、またちょっと水足すみたいな、なんかこれやると時短、いわゆる飴色玉ねぎが割と早い段階でできるのと、なんか焦げが均一になってるような色合いが、なんか水足さないとこう焦げてる部分と焦げてない部分で分かれちゃうんですけど、たまにこう水足すとなんか均一になってるような気がするなっていうの で、一旦これぐらいでいいんじゃないですかね。でお皿に移します。冷めてないといけないので冷まします、冷蔵庫で。冷ましたのがこちらになりますね。料理量がじゃないですか、ちゃんとすごい。これぶっちゃけ玉ねぎの切り方もこっちの方がだいぶ綺麗だったんで、1時間ぐらい冷蔵庫で冷やしてください。でパン粉ですね、パン粉、玉ねぎにパン粉入ります。ざっと合わせてください。卵も入れちゃおっかな。全然こう溶かなくてもいいかなと。牛乳ちょっと入りますと。そうだな、今日は10だから、プロテインのやつでも、プロテインを入れるってことですか、はい、美味しくなさそうだけど肉、これで500ぐらいです。よし、じゃあひき肉をにまず塩適量、なんかナツメグ入れるじゃないですか、いつも。その代わりにカレー粉を入れるらしいんですよ。そのこれにもナツメグとか入ってるから、普段使いできるカレー粉を少し入れます。であんまり入れすぎるとねカレーになっちゃうんで、本当にちょびっとです。これでまず肉だけで寝ます。寝る、めちゃくちゃ寝る。だいたい、そうっすね、要する1、2分、よくまず肉だけちょっと寝て粘り気が出るまで、
俺がすかめっちゃ疲れるんですよね。じゃあこれさっきのこれを玉ねぎたちをこれが頑張ってくださいですね。で冷蔵庫に置いときます。おいっす。このでっかいなるべくでっかいあの玉ねぎこれをだいたい2センチぐらいに、上は使わないですね。このど真ん中、ど真ん中、よし、ここを使います。これこの分厚い玉ねぎをこの上にハンバーグを乗せて焼くんですけど、まあ玉ねぎもめちゃくちゃ美味しいし、で調理法としてもすごい楽っていう、軽く塩と両面塩を振ります。よいしょ。これは別にあのめっちゃ焼くってわけじゃなくて、一旦焦げ目というか軽く表面だけ焼く感じで、まあ、さーっと焼いたらもう揚げちゃいますね。じゃあ手に油ですね、あのくっつかないようにこのサラダ油をちょっとだけ手になじませて、そうですね、まあグラムか測ろうかな、どうしようかな、それとまあざっくりできますか今回で、いわゆる空気抜きですね。もうなんかぶっちゃけ空気抜けてんのか分かんないですけどね、こう見た目で。そうっすよね。まあでも十分叩けばいいんじゃないかなみたいな。でもなんか僕高校の時にまあ洋食屋でバイトしてて、ずっとハンバーグを成形するマシンみたいな感じになってたんでやってましたね、これを。1日何個作ってたんだろう、100個以上は、まあ絶対食ってるかもしれない、誰か。そう、視聴者さん僕のハンバーグ食ってるかもしれないです、ね。まあ今回オリーブオイル使ってるっすけど、まあ普通の油でも全然何も問題なしって感じ。崩れないでくれよ。で割とすぐ焦げ目がつくんで、まあ、焦げすぎないように注意だけしながら。あ、いいですね。これぐらいが、あ、これぐらいいった方がいいかな。これこのこいつっす。いい感じっすね、これが。ね、なんかフライパンこう火の入りが均一じゃないんで、結構こっちが強いとかあるんで、たまに動かしながらフライパンを。よし、一旦揚げました。最初に炒めた玉ねぎを戻します。戻して、まあ火ついてないですよ、これ。火は消してる状態ですね。なんか、なんだお前、どこのだ。火は消した状態で戻して、でハンバーグをこの上に乗っけるで、水を玉ねぎが浸るぐらいまで、で火をつけて、まあ、中火よりちょっと強いぐらいかな、中強火ぐらいで、はい、水入れました。で蓋をして、そうですね、だいたい10分13分様子見ですね、ここから。よし、これで蒸し焼きします。人参のグラッセをレンチンで簡単に作ります。で人参は、まあ、食べやすい大きさなら何でもいいんですけど、例えばよくあるの3等分して、こう上から12ぐらいか、 2? ちょっと大きいから3ぐらいいっとくか。こっから3
しと、ああいうなんかなんかっぽい。でお店とかだといわゆるこっからこの角をちょっと切るんですよ。よいしょ。なんかなんかこんな角を取ったりするんですけど、まあ別に家だったらやんなくてもいいかなと思います。そしてみんな大好き耐熱容器。耐熱容器に人参をぶち込む。でちょっとなんか火強すぎるかなと思ったら若干下げつつ、よいしょ、はい、人参入れました。でバター適当ですバターこれぐらいドンって入れて、お砂糖もスプーン2杯ぐらいいってみるか。バターと砂糖入れたらふんわりとラップして、まず1分ぐらい様子見ましょうか。600ワットで最初1分だけやります。あ、これ忘れてた大丈夫ですか、大丈夫ですか危ない、これ忘れるところだった。マッシュルーム、マッシュルームをこの中にポロポロって。でもねこれね、なんか最初から入れるとちっちゃくなりすぎちゃうんで、5、6分してから入れるのがいいかもしれないですね。で人参が一旦1分経ちました。そしたら軽く、もうちょっとやってもいいかな、軽く、まあ、ちょっと様子見ながらですけど、じゃもうちょっといきます。1分半かき混ぜて、1分半かき混ぜて、でもし足らなかったらもう一回って感じで、1分半の間に付け合わせのサラダ、ちょっと直前まで冷たい水に浸しておきます。これ大分いいんじゃないかな。あとお塩ですね。そうバターがちょっと無塩だったんで、お塩して、はい、これで付け合わせがとりあえず OK ですね。思ったよりこっちは水分飛ばなかった。うん、まあ大丈夫でしょう、大丈夫だとは思います。よいしょ、ソースですね。ソースはまあ、赤ワインとケチャップとかを使うんですけど、まず赤ワイン、何でもいいっす、安いので全然いいっす。これをそうだな、今回どれぐらいだろう、いつも目分量なんで一旦200でいってみようか。一旦200入れました。で赤ワインを一旦沸騰させます。これで沸騰させました。でまずケチャップ、うーん、そうだな、1、2、一旦3で様子見か、いや4いくかな、4半か、これぐらい。ウスターソース、1、2、3かな、3、まあ、即席ソースなんですけど、やっぱお店とかには負けるので、ちょっとうまみ足しに味の素かな、もっと2振り3振りぐらい、ちょびっとりです。ちなみになんかプロのやつは昆布茶を使ってたんですけど、まあ、なかなかないと思うんで家にあるもので、今回はでお好みで、結構割と 赤ワイン強めなんで、甘くしたかったらお砂糖とか蜂蜜とかケチャップもうちょっと足したりとか、コク出しバター、えい、よし、
そうだな、もう少しちょっとケチャップ入れます。うん、まあ大丈夫ですかね。とニンジンですね。よいしょ。3個ぐらいとか。よいしょ。よし。葉っぱたちはまあ適当に。で、僕よくサラダによくつけるのはフライドオニオン。これをちょびっとやると美味しいですね。ドレッシングね、これあのチーズソースなんですけど、めちゃくちゃうまいです、これは。はい、こちらで僕のよく作ってるハンバーグ完成です。ちょっと自分だけ食べてみていいですか。ちょっと毒味じゃないですけど、本当に大丈夫かっていう、ちょっと難しいな、結構。いいですか、じゃあちょっと先に、はい、うんうん、大丈夫です、美味しい、はい、うまい。うん、うまっ。今回ね、なんかスーパーにあったひき肉がなんか牛7の豚3しかなくて、だからちょっと牛が多めなんで、正直豚は、うん、豚と牛55だったらもうちょっとこう柔らかめのジューシーめになったんですけど、今回どっちかっていうと肉ステーキっぽいような感じですね。はい、では今回グリード食堂初の、料理動画でしたけど、まあ、僕がよく作ってるハンバーグですね、まあ、いろんなシェフを参考にして作ったんですけど、まあね、いろいろ味の好みは人それぞれだと思うんで、味付けとか、ね、肉とかは、まあ、それぞれ調整してみて作ってみてください。じゃあお疲れ様でした、バイバイ。あの X の方に料理写真いっぱいあげてるんで、ぜひ見てみてください。はい、お疲れ様です。